はい、仮想通貨の次の購入銘柄期待してます。ドームに続き次回メタバース銘柄ということで、メタバース関連に注目している理由は何かありますか。メタバースはですね、僕はこれから来ると思っています。よくねメタバース来るっていうとですね、皆さんセカンドライフって知ってます？セカンドライフ知ってる人いるかな。セカンドライフっていうですね、昔ねもう10、20年前ぐらいに、メタバースの走りみたいな、ものが、流行ったんですよ。それは何かっていうと、同じように仮想空間があって、そこで人々が、生活をして、人々が物の売買ができますよっていうのでかなり話題になったんですよね。ただ一過性ですげえ話題になって、そこから転落しました。はい、でこれなんでかっていうとですね、よく言われるんですけど、通信環境の問題です。これは当時の通信環境ってめちゃくちゃ遅かったんですよ。遅かったんで、要は動画を見るのにも表示されるのにも何十秒もかかる時代だったんですよね。だからその不便だったんですよ。その何でした、セカンドライフで、人々とコミュニケーションを取ったりとか、なんか企業が出店しようとか、なんか物を買おうかなと思っても、通信速度が長すぎてすごい利便性が悪かったんですよ。だから早すぎたんですよ。早すぎたメタバースっていうふうにも言われてます。で今の時代は皆さんね、こういうふうに動画見てるように、ね、4G、5G と、通信速度が上がって、インターネットでね、処理できる容量がめちゃくちゃ大きくなりました。もう昔に比べると何十倍何百倍になってます。なので、これからメタバースが改めて、ちゃんと今の技術に適応してくるんじゃないかなと、今の技術を持ってメタバース来るんじゃないかなと思ってるんで、僕はメタバースにかけてます。はい、で、まあ、他にも裏付けとしては、 Facebook がメタ社に変えました。はい、まあ、Facebook が変えたからメタバースに伸びるんだみたいな楽観的な話ではないんですけど、 Facebook っていうね、ザッカーバーグさんが作った大きな一大企業が、ね、メタ社っていう風に社名変更するぐらいなんで、それなりにやっぱり世界の各国の企業がね、名前変えちゃうぐらいだから注目してるって証じゃないですか。だから僕はこのメタバースの時流に乗るのはすごく正解だと思ってます。はい、です。そう、スマホの普及率もめちゃくちゃ大きいと思ってます。はい。